いいですよ。どうです、今日のはこちらですね。はい、アトラス46ということで、久々の動画ですけれども、だんだんとね、見場もできてきて、来てくださる方もね非常に多いんで、この部屋を見たことある方も、いらっしゃるんじゃないでしょうか。じゃあ今日やるのはこれですね、ヘビーデューティーコンフォートサスペンダー V2 ということで、なんとも長ったらしい名前なんですけれども、サスペンダーですね、やらせていただきたいと思います。今アトラス46から、サスペンダー全部で3種類出てるんですけれども、今僕がこう今ぶら下げてるだけなんですけれども、フロント2箇所、バック2箇所で、今4点止め、これが一番ド定番の売れてるやつになります。あとはですね、これですね、マルチネスシリーズの、3点止めのタイプ、あとですね、もうちょっとこう華奢なタイプっていうんですかね、軽いタイプって言った方がいいか、軽いタイプの3点止めってことで、全部で3種類出てるんですけれども、まあ、今日はこのド定番の、この4点止めのタイプ、これを押さえていきましょう。はい、じゃあ紹介させていただきます。はい、というわけでですね、まあさすがアトラス様なので、ウルトラスーパーこう丈夫な作りをしているというのが特徴ですね。どこもかしくもなんか頑丈な作りになってます。で、フロント全部、あ、ちょっと影で見づらいかな、角度変えましょう。うん、いいかな。はい、こんな感じで、フロント全部がマジックテープになってるんですよ。だからここにいろんなものをくっつけてくれと言ってるわけですね。なので、例えばこれがですね、サスペンダーアタッチメントマルチポーチとかっていうんで、こういう作りなんですけれども、ここ外すでしょ。ちょっと今とりあえず感でつけちゃいますけど、まずここにマジックテープなんで、ベンってまずここに貼り付けができるんですよ。貼り付けしました。あとは、まあ、これ両方止めても内側通してもいいんですけれども、巻きつけて巻きつける、巻きつけて巻きつけるっていうんで、1回2回3回っつって3点止めだから絶対動かないでしょっつって、がっちりここに固定されています。はい、じゃあこれマルチポーチですね。はい、って感じで、定番のマグネットだったりとか、あとですね、あ、もう1個面白いのあって、はい、これ何か分かります？絶対分かんない。はい、ですね、ミニ懐中電灯レベラー、ミニ懐中電灯ホルダーじゃないんですよ。ミニ懐中電灯レベラーって言って、この商品はですね、ここにつけろって言うんですね。はい、というわけでちょっと分かりづらいんですけど、今この肩についたでしょ。はい、でこれですね、ちょっと田島さんのライト持ってきましたけれども、まあ、こういったちっちゃい懐中電灯をここのですねゴムのところにまず通せって言うんですよ。ちょうどこう今ね金具がついてるからちょうどいいな。こうやってつけてみようかな。はい、というわけでここについたの分かります？はい、で今ここを照らしてるんですけど、ちょっと向きがおかしいなと、言ったらですね、これさっきホルダーじゃなくてレベラーですって言ったじゃないですか。ここをですねこうやってくる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 巻くんですよ。で巻いてあげることによって懐中テントの向きがちょっと上向くんですよね。これで高さ調整ができるっていうね、こういう面白いアイテムも出ております。はい、というわけでですね、まあAIMS っていうその前に紹介したサラトガとか、まあ、ベストにつける、こういうアクセサリーも結構出てるんですけど、まあ、サスペンダー用のアイテムもいろいろ出てますので、まあ、ぜひとも、ホームページを見ていただければと思うんですけれども、じゃあちょっとね、いろいろ違う話に行っちゃったんで、サスペンダーの話に戻りましょうか。はい、というわけで今ですね、私これ未調整状態で今こうただこう上にぶら下げてるだけなんですけれども、じゃあこの胸今だいぶ開いてますよね。このこうですね、ここガーッと引っ張るだけで、はい、だいぶ調整できましたね。あとは今この高さ、もう今このままだと全然へその位置なんで、もうちょっと下げたいじゃないですか。なので、まあ、これも調整しようねって話なんですけれども、
ここさっきあのマジックテープが前面にいてこれ以上どうやって下げるのよって話なんですけど、一応ですねその本家のサイト私見てきたんですけれども、もうね関係ないぜって感じでしたね。この金具の中に結構ねこのマジックテープをバンバン通してって、まあ、というわけで今、まあ、こっち未調整でマジックテープのないところに今、まあ、本来あるべき姿みたいな感じでこう留め具ありますけれども、今反対のところはマジックテープガンガン乗り越えてますけれども、本家こんな感じでつけてる人いっぱいいました。というわけでですね、まあ、日本人はねなんかどうしてもこういうところにね、まあ、ここかな正解かなとかって探すんですけど、アメリカ人の方はアメリカ人が悪いわけじゃないんですけど、こうやってね結構もう好きにやっちゃってみたいな、金具の付け方になっております。はい、まあ、そういったわけでですね、体の、まあ、小さい私みたいな体型の方とか、もちろん体の大きい方っていうのも、幅広い方に、対して調整が可能、ちなみにワンサイズのみの発売となってますんで、このシリーズをいろいろ調整して自分の形に合わせて、まあ、調整してみてくださいということですね。はい、じゃあ今着ていただいたこの背中の方、こっちの説明をさせていただきます。分かりづらいんで、はい、こうさせてもらっていいですか。はい、というわけで今、まあ、こっちが背中ということで、お次はよろしくお願いします。まずここですね、これかなり丈夫なんです。これが、ね、ステー、フラットバックストラップとか、ここもねなんかかっこいい名前がちですけど、まあ、これが入ってるおかげでフロントから来てるのとこのバックのところをつないでる、これがしっかりしてるんで結構絡みにくいのはこいつのおかげで、できております。でまあ、ここ本来背中の部分なんですけど、これがねまた、トリプルスレイヤーとかっていう名前なんですけど、こうですね結構強めのゴムです。でトリプルって言いましたね、ここがこう3層になってるんですけど、要はへたれないぞっていうことですね。でここが、ゴムになっておりますので、お分かりいただけますね。本来こうやってつけてて、鏡作業をした時にこの背中のところだけが伸びるんで、まあ、腰袋なんかで皆さん使うと思うんですけれども、その位置がねストレスならずにこう伸びてくれるというわけでございます。はい、じゃあ最後です。このまあ各々今4点止めなんで、先端にですねこれあのストラップついてて、はい、こういった感じで外れるんですけど、このストラップなんですが、これですね、まあ、今円安の影響もあって今これ1個1400円ぐらいするんですけど、はい、これまあ単品で売ってるんですけど、これ1400円のやつが4個、最初からついてます、サスペンダー買うと。なんかその辺ね、お得かなっていうんで、まあ、俺これ使わねえぞっていう人はですね別のところに装備してもらって、まあ、お得に使えるかなという感じになっております。とは言ってお得に買えますとは言ってもですね、このサスペンダー自体が結構高額なので結構勇気のいる価格帯なんですけれども、まあまあまあお得ってことで、よろしくお願いします。はい、じゃあこのストラップですね、先端のこのストラップはこうやってまたパシパシとくっつけられるんですけども、一応アトラス推奨はですねこれもまた丈夫なんですけど、リジットツールベルトっていうすっげーしっかりしたベルトなんですけれども、まあ、ここに、こうやって、つけていただいて、腰に巻けばいいんじゃないっていうのが、まあ、一応公式の謳い文句なんですけれども、皆さん使ってるのって、まあ、安全帯とか、まあ、今墜落制止用器具とかって言いますけど、あのベルト50幅ですよね、これドンピシャで取り付けることが可能となっておりますので、まあ、それで4箇所、うまく通していただければバッチリ、これだけでも使っていただくことが可能となっております。はい、というわけでですね、まあ、こういったものをいろいろ派生しちゃいましたけれども、あ、サスペンダーの話なんでこれも言っておきましょうか。はい、こういった感じでですね、サスペンダー用のですねパッドっていうのもあって、まあ、これがまあまあここの辺にこうくっつく感じなんですけれども、こういったのもありますんで、まあ、いろいろカスタムできるという形になってますんで、ぜひともアトラスをよろしくお願いします。はい、というわけで、引き続きいろんな製品を紹介していこうと思っております。はい、以上秀下の動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。